はい、今回はですね、大河ドラマどうする家康第5回瀬名奪還作戦のね、感想の方をね、お話ししていきたいと思います。まあ、その前にですね、前回のですね、第4回どうする清須でね、面白い意見がね、ありましたんでね、ちょっと報告ね、しておきます。まあ批判的なね、まあ意見なんですけども、清須城のシーンですね、まあ明らかにね、まああれは CG なんですけども、まあ意見としてはですね、まああの CG がですね、まあ清須城が広すぎるとね、あとまあ中国とかね、韓国ドラマみたいと、まあ確かにね、秦の始皇帝がいるようなね、宮殿でしたね。で、まあ CG の発注がね、中国とか韓国だからね、まあこんな風になっちゃうんじゃないかとね、まあなるというね、まあ批判的な意見がね、まあありましたけどね、まあ確かに私もね、ちょっとあの CG にはね、不自然というか違和感をね、感じましたよね。まあ色目も確かにね、ちょっと暗っぽくてね、不自然なんですけどね。まあまあ第1話とか第2話でもね、馬に乗るね、信長とかね、家康とか家康の家臣がね、馬で走るシーンなんかもちょっと CG のクオリティが低いなっていうね、感じはしましたけどね。ちょっとね、擁護する意見を言うとね、まあ私はですね、まあ家康の目からはこんな風に見えたんだよというね、まあそういう表現なのかなと思ってますけどね。まあちょっと暗っぽいのもね、ちょっとね、織田信長が怖くてそんな感じで、人生真っ暗みたいな感じでちょっと暗っぽい場面なのかなっていうね、私的にはまあそんな感じでね、思ってね、納得しております。まあそれではですね、まあ第5回のね、瀬名奪還作戦のね、お話にね、移りますけども、まあその前にね、大河ドラマガイドでですね、家康質問箱に、まあ今回のね、まあ第5回のね、瀬名奪還作戦に参考になるね、お話がね、書いてありましたんで、ちょっとね、読みます。服部半蔵は忍者ではなかったのですか、というね、質問ですね。戦前の大衆小説や漫画など影響もあって、服部半蔵といえば忍者というイメージが強いかもしれません。しかし服部半蔵正成は武士として生涯を送った人物です。伊賀出身で、伊賀衆、甲賀衆など忍びの者を配下に抱えていましたが、彼自身が忍びの働きをしたという根拠はありません。史実に登場するのは本能寺の変の後、堺にいた家康の逃走を助けた、いわゆる伊賀越えが最初のこと。武田氏滅亡後の甲賀で家康と北条が戦った天正神武の乱では、忍びの者たちに北条の砦を奇襲させています。服部半蔵の名は世襲され、代々徳川家に仕えて、幕府を支えました、とということでですね、まあ、今回からね、服部半蔵と、本多正信がね、登場ということでですね、まあ、山田孝之さんと、松山ケンイチさんのね、まあ、存在感がですね、まあ、すごかったですね。真田丸のですね、草刈正雄さんのようにですね、まあ、主役よりね、目立ってしまうというね、感じでしたね。で、服部半蔵がですね、任務にね、失敗するシーンっていうのはね、初めて見ましたよね。いつもクールにね、まあ、失敗がないようなね、イメージですけどね。まあ、史実上ね、まあ、失敗するのは分かったんですけどね、まあ、あんな感じでね、服部半蔵をね、描くんだなと思ってね、ちょっとね、びっくりしました。あとですね、まあ、宇土のね、長照役のですね、野間口徹さんですね。まあ、メガネ外してるんでね、まあ、誰だか分かんないかったんですけども、まあ、やっと今回ね、分かりました。あの人だって分かりましたね。
第1話でもですね、まあ、大高城をね、守っていて、まあ、家康、まあ、元康にですね、まあ、兵糧をね、入れてもらって助けられるね、役だったんですけども、まあ、その時出た時はね、全くこの人誰がやってるんだろう、この役をと思ってたんですけども、まあ、名前を聞いてもね、まあ、ピンとこないですけども、まあ、よく見る脇役のね、人ですんで、まあ、なかなかのね、まあ、名バイプレイヤーですよね。で、やっぱね、このね、憎たらしさが良かったですね。ね、なんで、憎たらしくしておかないとですね、まあ、今後ですね、やっつけられちゃいますんでね、家康というかね、元康にね、ですんで、まあ、かわいそうになっちゃいますんでね、まあ、非常にいい憎たらしさですね。あとですね、ウドの長照の妹のですね、まあ、おたずですね、の役のですね、まあ、関口渚さんですね。まあ、これもですね、後々ね、引間城のね、まあ、城主の代わりにね、まあ、引間城を守るんでですね、まあ、引間城っていうのはね、まあ、要するに浜松城のことですんで、まあ、浜松城っていうのはね、家康が、城になりますんで、まあ、今後のね、まあ、そのね、まあ、戦いなんか、戦いとかね、まあ、敵味方になりますんでね、まあ、その辺もね、重要な役になりますんでね、まあ、ちょっと見どころかなとね、思いますね。はい、まあ、そんな感じでしょうかね。まあ、次回ですね、まあ、第6回のですね、まあ、続、瀬名奪還作戦ですね。まあ予告でですね、まあ出てきたですね、まあ新しいキャラクターですね、服部党の忍びのですね、女大ネズミですね。まあ今回ですね、忍者集団のね、リーダーの大ネズミの娘になりますね。まあ松本まりかさんがね、演じてますね。まあこの辺が新しいキャラクターとしてね、まあ、ちょっと面白いんじゃないかなとね、期待をしております。ね。まあ、そんな感じでしょうかね。はい。それではね、今回の動画は以上になります。